はい、どうもカリエです。ゴズメズ滅球の、今回ちょっと簡単攻略とかじゃないんですけども、まあ、あのドロップとか配布とかで手に入れれる、ユニットのみで、構成したパーティーで、ちょっと攻略をしてみようかなという挑戦動画でございます。簡単にちょっとパーティーの紹介だけさせていただきます。再生進化したビビアンですね、リーダーにさせていただきました。妖精族のヒットポイント3倍、攻撃力 2.5 倍とヒールスキルの種類が成立するたびに攻撃力 1.3 倍ということで、まあ、今回妖精族パーティーでございますね。まあ、大人気の妖精族パーティーなんですけれども、今回フレンドさんはニコラス連れてきました。妖精のシフト4とヒールスキルと属性1つにつき攻撃力が 1.2 倍上がるという感じなので、まあ今回一応5属性、連れてきたので、まあその分の火力が上がるという感じになっております。で、中身なんですけれども、一鉄ですね、再生進化した一鉄で、こちらが追走ティターニアですね。で、あとこっちが、再生進化したオリエンスでございます。まあ一応、まあ基本的にみんな回復パネルを使ったノーマルスキルを持っているのと、まああとこの2人が一応エンハンス持ちなんですよね。で、あとこの2人がですね、まあアクティブスキルで割合ダメージ持ってるんですよ。まあ、これがっつり使うのはその進化後の方で使っていこうかなと思ってるんですけども、今回相手がまあボス属性でちょっと根性を持ってるんで、根性持ちの相手なんで、まあちょっと 50% 切るときに、切る前か 50% 切る前に、この2人の割合ダメージを使って、ラストにとどめを刺していこうかなという形でやっていこうと思っております。まあ、あとは気をつけたいといけないのはやっぱりビビアンのまあヒールスキルの種類ですよね。これがっつり決めて一気に火力を上げつつの作戦で、どんどん前に進めていきたいと思います。で、リンクの紹介ですね。再生ビビアンには、再生一鉄をリンクして回復パネルの出現率を上げております。で、再生一鉄には再生フリートリンクしてブーストのアップですね、最大3箇所まで出現するようになっております。で、追走ティターニアには再生カタリナリンクしてます。リンクパッシブが、ハンズ数が6以上の時、全員のヒットポイントが 12% 回復ですね。で、オリエンスのリンクが、おのの小町でございます。毎ターン、味方全員のヒットポイントがわずかに回復します。で、フレンドさんのニコラスには、ギルガメッシュがリンクされておりますので、4属性以上成立すると、ベースユニットの攻撃力が3倍になります。まあ、見ての通り、まあ、今回火力任せなのは完全にニコラスなんですね。あとはもうちょっとこっちの4体は属性合わせと、まあアクティブスキルと、であとはまあ今回見ての通りその妖精族しかリンクしてないんですよ、ほとんど。まあちょっとここ妖精仮面入ってますけども、まあちょっとヒットポイントを、ちょっと足して、相手のダメージをちょっとでもね、食らっても死なないようにということで、ちょっとダメージヒットポイントをね、補強しておりますてな感じでね、ちょっと頑張ってボス戦まで行きたいと思います。あとはまあバトラーチームも決めていきながらなんで、まあ一応4パネル3パネルぐらいの感じで、まあ十分ね、ボス、まあ今回アクティブスキル使うのはもう全部進化後なんで、まあ、そこまで意識して、バトラーチームを決めなくてもいいかなっていう感じはするんですけども、まあとりあえずちょっとでも縮めていけたらなと思います。あと SP 回復ですね。オリエンスと一鉄側のノーマルスキル2が、ブーストスキルで、SP 回復2を持ってますんで、まあこれも意識しながら前に進めていけばいいかなと思います。なんで今回に関してはこうかな。はい。あとはまあ回復パネルも貯めつつの、感じで前に進めていけばいいかなと思うんですけれども、今回今のちょっとミスりましたね。3パネスキルと3パネヒール、ヒュースキルスキル決めちゃったな。いきます。ブーストがいっぱいあるときはまあがっつり、決めていってもいいんですけども、まあ、今回まあそんなに雑魚戦のときはそこまで意識しなくてもいいかな。何回で SP どんどん溜まってきますからね、このパーティー。さあ4バトル目、ブーストが2つあるんで、まあここはお構いなしに、ちょっと回復パネルが意外と来なかったのかな。まあまあでも SP 全回復かな。はい、ということで、なんやかんやでボス戦来ました。ターン数もねまだまだこんだけ残ってますけども、まあ進化後には絶対全部溜まってます。ちょっとね途中ちょっと耐久戦するところがありますんで、
そこだけ、そこだけでも7ターンぐらい過ぎるんで、まあ、全然、アクティブスキルのターン数に関しては問題ないと思います。一応ここはね、回復パネル貯めていきます。回復パネルがたまらない。ある程度回復パネル出やすくなってるんですけどね、あのニコラスのパッシブとビビアンにリンクされてる一徹の、リンクパッシブがね一応回復パネル出やすくしてくれてるんですけども、あーやっと1個欲しかったな今のまあまあいいか、まあ、これぐらい溜まっておけば次攻撃つなげてもいいかな。いきましょう。ちょっと今回ね長い戦いになると思いますんで気長に見てもらえたらいいと思うんですけれども、いきます。攻めるので、ヒールスキルでガンガン決めていきますね。こう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 でこうかな。はい、できるだけニコラスに攻撃させてあげたいので、まあ4パネル、回復パネル4枚とかをガンガン入れてもいいんですけど、とりあえずですね、まあ234のヒールスキルどんどん決めていけばこれぐらいの火力にはなるかなって感じですね。あとはヒットポイントもちょっと、注意しながら回復させて、いいかなと思います。とりあえずまあ回復パネル貯める、使う、貯める、使うの順番で、今回攻略を進めていきますね。まだちょっと溜まりきってないんですけども、ちょっと回復して、ここで貯め直します。これもねまたちょっと気が遠くなるような作業なんですけども、多分これぐらいじゃないとちょっとやっぱり滅球って攻略難しいですからね。俺もこれやるのにすげえ時間かかったからあの、まあ、ちょっと長い目で見てもらえたらいいと思うんですけども、一徹だけちょっと食らってますんでブーストに3枚入れとけば十分かな。はい、今光2枚入れちゃったな。あのティターニアのノーマルスキルにとニコラスのノーマルスキルにブーストスキルがついてるんですけども、まあ、回復パネルセットがありますんで、これもねちょっとできるだけ多めに活用していけばいいなと思うんですけども、まあ、回復パネル今全部溜まったので、がっつり攻撃していきます。コアの3枚入れて風2枚、あーまあいいか、十分ですね。まあ234いってますね。まあこれでいい火力出るんですけど、もうちょっとニコラスに攻撃させたかったな。はいはい、まあまあ進化前はねそんなにダメージ大きくないんでこれぐらいでなんとか抑えれるって感じですかね。いきます。ちょっと回復まで溜めますね。お、あ、間違えた。まあまあまあとりあえず回復まで溜めました。全員回復してます。次の攻撃につなげていきます。ほいほい、行きましょうか。こっち2枚入れてここに3枚入れてみましょうか。行きます。こうかな。ここ2枚。あー、なんで今出さなかったんだ。ちょっと迷っちゃったな今かな。まあでもこれって多分半分切ったかな。はい、半分切りましたね。一応これで根性は外れてる状態なんですけれども、1回アクティブスキル封印と攻撃力ダウンが入ります。ここはね、まあ 50% ダウンさせられてるんでそこまでこっちの火力が出ないんですよね。なんでまあ、多分見てもらったら分かる通りですね全く相手にダメージが全くというほどじゃないけど、まあ、ほぼほぼさっきよりはダメージ取らなくなります。あと妖精族の攻撃力ダウンも確か入ったかな。どっかで入ったと思うんですよ。これかな、多分これだと思うんですよ。もうこの間はとりあえずアクティブスキルも打てないし攻撃力もダウンさせられてるんでこんな感じでね。なんでさっき言ったその7ターン耐久ってあったじゃないですか、まあ、この攻撃力ダウンさせられてる間はとりあえずもうヒットポイント回復に、専念しつつちょっと、前に進めていく方針でございます。だからちょっとこの間は耐久です。本当にみんなのヒットポイントだけ注意して、見ていけばいいかな。その間はとりあえずまあ、パネル貯めたり、回復セットしたりとかで、ちょっと安定感を持たせてターン数過ごしましょう。
まあ、言ってもそんな大きいダメージ一気に入らないんでちょっと怖かったけど今の、まあ、全回復させれば何の問題もないです。はいはい、今パネル入んなかったけど気にしないでください。まあ言っても7ターンなんであっという間ですよ。もうあと4ターンぐらいかな、半分折り返しして。ニコラス死んだあれ、このパターン今までなかったぞああなるほどね、死ぬんだね。あと3ターンですね。まあまあでも復活させましょう。あ、まあこういう時の対処法もちょっと言いますね今からね。とりあえずブーストに回復ゴマ入れます。で、ビビアンのノーマルスキル1が一応エナジーヒール持っていますんで、1枚ずつ回復までより1枚ずつ各場所に、踏み込んでいきます。こうこうこうかな、はい。これでまあハンズ数稼いでハンズヒールとが全部発動して、一応まあ全回復までいかなかったか、はい、まあまあでもいい回復まで、持ってこれるんで、まあこういうことになった場合はあこうやって対処すればいいかなって感じなんですけども、はいはい、ちょっと回復パネルまたため直しですね。そんなこんなででももうニコラスでもそうですね、攻撃ダウンもなくなったんでガッツリ攻撃してもよかったね今のね。まあでも回復パネル貯めましょう。貯めます貯めます、一回貯めますね、まだ貯めますね。思いっきりここは攻撃したいんでね、攻撃力が次で戻ります。ちょっと怖いけどねちょっと怖いけどまた回復させて回復パネル貯めます。いいですねいいですねいいですね、これでいきましょう。次がっつり攻めていきます。大丈夫ですね、死ぬことはない。どうしようかな、ここに3枚、これ右2枚をここに入れていきましょう。あとはどんどんパネル組み込んでいく感じでいきます。ほうほう、あ、風が来なかった。あまあでも4属性決まってるからまあニコラスのダメージは入るんだけど、もうちょっと来てほしかったな、属性決まらなかったじゃんしゃあないしゃあない、次につなげよう。もうミスってなんか2枚のところ固定だと思ったんだけど3枚入れちゃったな今。立て直します。回復しますね、はいはい、もうちょっと立て直しますね。長い戦いになりそうだ、まだ進化前だぞはいはい、まだ大丈夫ですね。回復してパネルを貯めます、はい、まあ、とりあえず回復パネルは全部来ましたね。ちょっとネクストがないんでちょっと不安ですけども、いい感じにブーストとかあったらそこにガッツリ入れていきましょうか。 OK、 じゃあここに4枚入れて数1枚組み込んでいきます。あとちょっとなんとかしてパネルも決めていきたいと思います。ほい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 、まあそんな決まらなかったな、まあ、一応属性は決まってるんで、まあ、多少の火力は出る。まあでも倒すほどじゃなかったですね。次につなげていきましょう、これもね。まだ大丈夫。一回回復させます。これで、よっ。どうでしょうか。いいダメージ。パネルもセットされたんでいい感じに次つながれ、いけそうですね。いきます。ここに3枚入れて、2枚はここに入れて、このネクストの1枚を左に入れましょう。おおおおお、5枚入ったね。ただ炎が決まってないから属性1個分の火力が出てないけど、これは多分倒せたな。2345入ったもんな今。 OKOKOK、いい火力だやっと進化前終わった。次ですね、こっからは問題ですね。あの回復パネルセットじゃセットじゃない、変換させられるのと1体多分確実に倒してきます。オリエンスがやられましたね。ああブーストがないブーストがなかった。
ちょっとここは、回復までのもう一回溜め直して、はい、ちょっとブーストあったら次回復させますね。で多分全回復はしないので、ちょっとさっきと同じ方法でもう一回回復させます。こうしてこうしてこうしてこうね、あんまり入れすぎるとあれなんで、もう一回回復パネル溜め直します。ここで、はい、エナジーヒールプラスインクでもちょっと回復、はい、これでおお、OK、生きたね、全員生きてますね。この全員生きている状態をなんとか保ちつつ次につなげていきたいと思いますね。いきまーす。お、今何枚いた分かんなくなっちゃったまあでもニコラスの攻撃はいい感じ。はい、でこっからが、また耐久戦というか、ある程度ダメージまた与えていくんですけども、そうですね、相手のヒットポイントは残り60、70ぐらいまでいくのが理想かな。そこまでいったらアクティブスキルをねがっつり、使っていきたいと思ってます。それまではまたちょっと耐久なんですけども、今いい感じで入ったな。炎が決まってないですけど、どうでしょう。うんうんうん、ちょっと食らってますね。 OKOKOK で、まあ、またヒットポイントもね気をつけながらいきますよ。一応全回復のヒールフルでいきたいと思いますけども、まあ、何はともあれダメージ与えるよりもまずはヒットポイントの安定の位置をね、整えておかないといけないんで、回復パネルも余裕があれば溜めていきましょう。まあ、そんなこと言ってたらね、ある程度ダメージもちょっとずつですけど入ってるんで、あんまりダメージの方は最初気にしなくていいと思いますけども、こう入れちゃうか。一応回復のセットもね意識 しながらいけばいいかなと思います。 1,2,3,4,5 いいですね。これでもいい感じに入りそうだな。ここは溜めるよりも一回攻めていきましょうか。風入れた。あー炎来なかったけど、まあ4属性決まってるんで、ニコラスの攻撃は火力は上がってるはず。今で何パーぐらいだろう、 85% ぐらいかなもうちょっとだけ削りましょうか。まだみんなヒットポイント安定してますよね。回復パネルも貯めて、溜まってないけど貯めていきますよ、ちゃんとね。いいよいいよ、もうちょっと削ります。いきます、全回復させて、ちょっと一回安定させよう。ここでもうちょい削るよしつこいようですけど、ここは耐久ですからね、本当にここっていうか、まあ全体的にもう耐久が多いですね。いきます、ちょっとこれダメージ与えれそうだな。いきますね。こうの、まあまあまあいいんじゃないか。どうでしょう。おお、もうちょいいけるかな。あと 5% ぐらい減らそうなかなかしつこいようですけど、あー2回攻撃来たな。ちょっと整えたいけど、どうだろうか。ちょっとここ怖いんですよね。2回攻撃が集中させるとちょっと1ユニット死ぬ可能性もあるんで、ちょっと、ネクストにねできたらね、回復2枚、光1枚、炎1枚、風1枚っていうのを構成にしていきたいんですよね。ちょっと難しいですけど、あ、炎ないな、どうしようかなもうどうせだったらもうここで攻めてもいいんだけどな。回復パネルもいい感じでセットされましたんで、
ブースト1個か。まあ、行くか。一回行ってみますかね。うん、多分いけると思うんだけど、アクティブスキル、こっからがっつり使っていきたいと思います。太鼓パネルもセットされてるしね。ここ行っちゃおう。ティタニアのヒットポイントが1になるんですけども、敵全体のヒットポイントを 35% 減らします。発動。はい、これでまあもう半分切りましたね。で、ここで一徹、ヒットポイント 20% 減らして、相手のヒットポイント 20% 減らして、手札を全て回復パネルに変換。はい。で、これでまあ攻撃の体制も整いました。で、ニコラスの、エンハンスですね。妖精族のヒットポイント 2.5、ヒットポイントじゃない、攻撃力を 2.5 倍。で、回復パネルはもうすでに一徹がしてくれてるんで、関係ないです。ほい。で、最後に、オリエンスの、味方全員の攻撃力を2倍にします。で、アクティブスキルの封印状態になります。今回、ビビアン使うとボス特性でね、攻撃力下げられちゃうんで、ここはもう使いません。はい、いきますね。そしたらですね、決まるかな？ちょっと怖くなってきたな。ここ5枚入れちゃうか。ブーストに5枚入れちゃいます。で、ちょっと不安だな。まあいいか。右端にじゃあ4枚入れて、風1枚入れていきます。あと、炎を切ってくれると嬉しいんだけど、まあどっかで3枚、2枚と、決めていきましょう。いきます。はい、どうでしょう。2345いったよね。多分最大火力で、いったと思います。ニコラスが最後決めてくれると思います。 OK、まあ、ここまで最大火力じゃなくても全然いけたな今な。はい、ということでね、慎重に慎重を重ねて、見事計画通りですね、ゴズメス請求じゃない滅球を、まあ、ドロップもしくは配布、でゲットできるユニットのみで、なんとかクリアすることができました。ありがとうございます。いや、これね、これもう3回目の収録なんですよ、実は。1回目は成功したけど、音取れてなくて、2回目は単に後半まで行って、結局失敗しちゃったっていうね。はい。なんとか3回目の正直で、3度目の正直で、収録、そして、攻略に、なんとか成功することができました。ありがとうございます。これ音取れてなかったらもう動画投稿されてねえな。はい、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ちょっと長い動画になりましたけども、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。